こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。コインにまつわることなら基本何でもやらせてもらっており、オークション代行、委託販売は業界最安での手数料に。また分かりにくいコインの相場調べや、このコイン買って大丈夫なの？などのご相談は無料で行っております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。本日はコイン紹介になります。神聖ローマ帝国の皇帝レオポルド1世の1ターレル銀貨、直径 45mm、 重量 28.9g、 90% 銀の銀貨です。 NGC 鑑定済み枚数6枚、 MS63 はこのコインを入れて2枚、上位は MS64 の1枚のみの純最高鑑定品でございます。表面にはレオポルド1世、裏面にはおなじみのダブルイーグルの紋章が描かれております。レオポルド1世はハプスグルブルク家の皇帝で、オーストラリア、ボヘミア、ハンガリーを統治しておりました。このコインはハンガリーで製造されたものになります。音楽家としても知られる有名な皇帝です。この時代にはダカット金貨がございますが、ダカット金貨は10ダカットで数千万円の価格帯となっており、手が出せなくなってきました。その分資金がターレルに流れ込んできている印象で、価格が順調に上がっています。今後非常に有望なのがこのターレル銀貨です。しかしターレル銀貨なら何でもいいわけではありません。大型、人気、希少性、状態が重要です。ターレルには10ターレルまであると言われていますが、3ターレル以上はほとんど市場で見かけることはありません。1ターレルの中には鑑定枚数が多いものや、そもそもあまり人気のないコインもありますので、注意が必要です。状態も au 以上でないと投資対象にはならないでしょう。このコインはご存知、ハプスブルク家の皇帝のコインで人気は抜群、鑑定枚数もわずか6枚で希少性も十分、しかも MS63 の純最高鑑定品ですので非常に有望です。将来が楽しみなコインの一つです。